天皇賞春の予想です。どうもドナイヤモンズです。さあというわけでね、今週の日曜にある G1 は天皇賞春なわけなんですけれどもね、今回の天皇賞春なんですけど見えちゃったんですよね。今回の天皇賞春勝つのは ドゥレッツァ君がね勝つんじゃないでしょうか。まあなんといってもね、ここ最近の天皇賞春はやっぱりね、菊花賞馬とか菊花賞で好走した馬がねことごとく勝ってるわけなんですよ。でね、まあドゥレッツァといえばね、僕が去年ね菊花賞でね単勝1点ぶち当てたね、思い入れのある馬ですわ。本当ね、去年僕ドゥレッツァ1点単勝でね、もう頭でねもう当ててるんで、もうこのドゥレッツァの強さはね、菊花賞馬になる前から僕はね分かっていたわけなんですよ。でそんなね菊花賞馬ドゥレッツァ君が今回天皇賞春に出るということでね、まあ、これは勝ちますね。勝つね。他もねちょっともうタイトルホルダーとかもいないしね。タイトルホルダーね、まあ、去年の僕の本命タイトルホルダーでね、まあちょっと残念な結果だったんですけれども、まあ帝王ロイヤルとかがね筆頭になるのかな。まあただね、まあちょっとねドゥレッツァが抜けてるんじゃないかなというふうに思います。で他の馬、はい、対抗帝王ロイヤルで、帝王ロイヤルね前哨戦強かったしね。でディープボンドはねもう3年連続2着ですよ。でね、まあ確かに全盛期は過ぎてるね。もうディープボンド全盛期は過ぎてるし、かつてほとんど勢いはないけれども、やっぱりこのね芝3200天皇賞っていうちょっと特殊な舞台なんでね、やっぱりここはね、まあ京都に、まあ途中ね京都阪神と変わったりしてるんだけど、まあここはね、まあ人気落ちおそらくするでしょう。8番人気9番人気ぐらいになるでしょう。まあだったら買った方がいいんじゃないのかなと。これが人気するようだったら切っていいと思うんだけど、まあこの舞台でねまたね激走がねあるのかもしれないので、まあ、買わない理由はないかな。まあちょっと頭は厳しいかもしれないけど、3着とか2着なら全然あるとは思います。でまあ菊花賞2着のねタスティエーラで、長距離が強いサボーナで、もうどうしたらいいのか分かんないんで、とりあえず入れたハピーですね。ハピーはね、僕がね、2年前にジャパンダートダービーで本命にした馬なんだけど、まあ、このハピーはね、ダートのオープン特別の中距離走ってるイメージが強いんだけどね、前走でね、芝に挑戦しましてね、大阪ハンブルグなんとかみたいなレースにね、芝2600のレースにね、出てね、まあ、全然着外だったんですが、あのレースね着外だったんだけど、ちゃんと見たらね普通に勝ってたのよ。1枠1番からねインをねすごい勢いでハピー突き抜けてきてたのに、本当にかわいそうなね不運があって、前が壁になってしまって足をがね止まってしまったんですよね。だからあれ前の壁なかったら全然突き抜けて1着あったと思うんだよね。だから芝の適性全然あると思うのよ。長距離の芝を走る適性はあると思います。まあ、だからちょっとね全然人気してないんで、面白いから買ってもいいのかな、紐に入れてもいいのかなという気がしますね。まあ来なかったら来ないでしょうがないんだけど、買うんだったらここしかないんじゃないのっていう感じはしました。前走ですごい可能性は見えてたんで、芝の適性ねあったんで、ちょっとこん、面白いかなと。全然一角崩しあってもねいいのかなと思いました。まあね、こういうダート馬で天皇賞春って言ったらね、イングランディーレとか出てくるけど、まあ、イングランディーレをちょっと引き合い出すのはちょっとイングランディーレに失礼かな。イングランディーレはね一応それでも重賞ね 3,4 勝してたから、ちょっとハピーのねハピーを上げる材料としてイングランディーレを言うのはちょっとあれなんだけど、まあそれ抜きにしても前走普通に勝ってたんだよ、あれハピーは。ちょっと大外枠っていうのはかわいそうだけど、ちょっと勝ってね、勝ってもね妙味があるのかなというふうに思いました。はい、というわけで回目はですね3連服、ドゥレッツァから、ね、テオロイヤル、ディープボンド、タスティエラ、サボーナ、ハピーに3連服5等流しで計10点、これでいきます。はい、というわけでね、はい、ちょっと待って、サムネ用にここら辺撮ります。はい、はい、というわけで天皇賞春、僕はドゥレッツァ君本命です。皆さんもよかったらねコメントとかお待ちしてます。バイバイ。